よし、待て。そう。はい、いらっしゃい。これで2回目、リキ。ね、お前は2回目よ。ちょっとは慣れましたか？ね、マッサージ屋さんです、マッサージ屋さん。じゃあ、どっちかって言ったら美容室ですかね。美容師、美容室ですね。ここ、ここ。すごい。相変わらず。あ、ここがなんかすごいな。なんか笑かす。いや、分かってるけど、やってほしいのは分かってる。向こう向け、向こう向いて、向こう向いて。落ち着きはねえぞ。ここがね、すごい。どうですか？気持ちいいですか？そう、そうよ、そう、そう、分かってきたよ。そういうことよ。リキはですね、今日がですね、あ、そう、今日はあれよ、7月7日、七夕様よ、七夕様。ね、7月7日ですね。ちょっとじっとせよ、じっとせよ。7月7日ですね。梅雨はね、あっという間に明けてしまって、今ね、水不足がねささやかれていますけれど、うちのね、家のね近くのね、あのため池もね、もうかなり水位がね下がって、ちょっと大変な感じになってきてますね。リキはお前すごいな、家臣よりすごいわ。こうやってで、7月7日で、リキの誕生日は7月の12日ですね。リキ来い、こっち来い、こっち来い、座れ座れ。そう、待て、じっとして、家臣はじっとしとったぞ。で、リキはですね、7月の12日で、誕生日ですね。1歳の誕生日ですね。人間で言ったら何歳だったっけ ?14 歳ぐらい、中学校3年生ぐらいですかね。なので、落ち着きがないのはね、まあ、当然ではあるわけなんですけど、チンチン入れとるて。すごいな、家臣よりもでけえよ。ほら、こっち来い。いい、座れ座れ。もう冬毛と夏毛全然違いますね、リキ。リキは、あのちょっとね金髪の部分がね見えると思いますけど、あれがね、まあ、冬毛で、夏毛は茶色ですね。おい来い、リキ来い、こっち来い、リキ来い、こっち来い。そう、座れ座れ。向こう行きたいかもしれないけれども、今日はブラッシングの時間なのでよろしくお願いします、ね、すごいよ、毛がね、すごいんやけど、とにかく。なあ、どうしました、家臣くん。なんか山来るとなんか興奮するみたいで。
リーキ来い。リーキ。よし。こっち来い。ここ、ここ。座れ。こっち。はい、こっち、座れ。なんか、家臣の反応に、リキもなんか、反応したようで、なんか落ち着きないですけどね。家臣映ってるかな？あ、映ってますね。なんか、わかりますよね。あの、高鼻を使ってね、向こうなんか匂い取ってますよね。ほら、向こう行ってる。あ、向こうに、まあ、向こうにいますか？行かれません。行かれませんよ。リーキ来い、こっち来い。リーキ。座れ。座れ。待てよ。落ち着きがないよ。落ち着きがない。まあ子供だからね。しょうがないにしても落ち着きがない。すごい。この首周りとかが結構すごいですね。この特にあのお尻周り、腰周りっていうか、リキよさ、ここ、こことかね、ほら、ほら、なんかあんまり嫌なのかな。家臣はね、大体どこでもね、触れるんですよ。まあ、チンチンは触ったことないんですけど、まあ、多分触ろうと思ったら触れるんですけど、リキはね、ちょっとこう、なんていうんだろう、嫌がるっていうか、なんかこう、我が強い部分があるんですよね。リーキ来い！座れ。座れ。よし、待て。まあ、こうやって聞き分けももちろんいいんですけどね。集中力がね、続かないと。まあ、まだね、若いからっていうのもあると思いますけどね。ちょっとリキのあの後ろ周りをちょっとブラッシングしてやりたいんだけど、なかなかさせてくれない感じですね。リキ来い、こっち、リキ来い。タジン来た、よしやら、よし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 、あともうちょっとする、よし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 、はい、オッケー、はい、タジンはいいよ、よしよしよし、リキこっち来い、よしよし。おい、力ばっかりやってて、あと焼き餅焼いてる？焼き餅焼いてる。でもね、ちょっとね、力のこのお尻周りはちょっとしてやらんと。これはいいんですよ、この辺りはね。お尻はね、ちょっとこう嫌がるんですよ。この辺はね、あんまりね、あの、やれるのは好きじゃないんですよね。まあちょっとね、抑えてるんで、やらせてくれますけどね。ほら、ちょっと嫌がるでしょ？あんまり好きじゃない。好きじゃないかもしれんけど、ここ毛がすごいんよ。ほら見て、金髪がだいぶ取れた。金髪がだいぶ取れた。お、金髪がだいぶ取れた。茶色、黒、焦げ茶みたいな感じですね。ほら、見て。綺麗に取れたろ、ほら。いやー、かっけえ。スリムになった、スリムに。ちょっとみんなに見てもらい。いい感じや、ほら。茶色、黒っぽい毛になったよ。焦げ茶色。ね。ふぅ。まあ、こんな感じで、ね。大変ですね。なかなか大変。暑いしね。リーキ、こっち来い。
こっち、リーキ、おい、座れ、座れ、そう。まあ、だいぶ力もいいけど、この後ろの裏の、後ろの裏のっていうか、その、太ももの後ろっていうか、お尻の下っていうか、そのあたりをね、実はもうちょっとブラッシングしたいんですけどね。まあ、それでもだいぶ、取れましたね。だいぶ抜けた。じっとしておくっていうのもね、なかなかまだね、子供には辛いようで、あちこち行きたいんだろうけど、もうすぐ終わりますよ。よし、まあいいでしょう。ちょっとね、お尻の下あたり毛が残ってるけど、まあ抜けるでしょう。はい、ということでですね、家臣と力のブラッシング終わりましたね。まあ、家臣はですね、見づらい、分かりにくいかもしれないですけど、力はどうですか？もう一目瞭然だと思うんですよ。腰周りのね、金髪みたいなね、毛がね、なくなってね、茶色、まあ、焦げ茶色のようなね、毛に生え変わりましたとね。これがね、力のね、夏毛のようですと。ね、でかなりね、まあ、スリムになりましたよね。よし、よし、こっち、こっち、こっち。はい、ということで、本日もご視聴していただきありがとうございました。ではまた。